GO! 京都市市民防災センターへ GO! こんにちは。今日は私たちが京都市市民防災センターを案内するよ。京都市市民防災センターは最新の技術を取り入れ、映像や体験を通じて防災に関する知識や技術が学べる体験型施設だよ。まずは強風体験のコーナーに来たよ。ここでは最大風速32メートルの強風の中で立っていることの難しさを体感できるよ。また強風時に気をつけないといけないポイントが学べるよ。次は地震体験だよ。ここでは阪神淡路大震災クラス最大震度7までの横揺れを体感できるんだ。地震が起こった時に何をしなければならないのか、そして日頃の備えなどが学べるよ。次は消火体験のコーナーだよ。ここでは大きなモニターに火災の様子を映して消火器や屋内消火栓を使って実際に消火体験ができるよ。消火するときに特に気をつけないといけないポイントが学べるよ。さあ消火開始だ。きっちり消火するために火元を狙うんだ。やった！消火成功！次は避難体験コーナーだよ。ここではホテル火災をリアルに再現して普段経験できない煙の中の避難行動が体験できるんだ。他にもこんなコーナーがあるよ。 4D シアター、迫り来る地下街の恐怖。立体映像や座席が振動して地下空間での水災害が予測される時の行動を体験できるよ。水圧体験では地下空間で浸水した部屋の扉を開ける大変さが体感できるよ。映像体験コーナーでは京都で起こった地震をはじめ様々な災害の歴史や恐ろしさを紹介しているよ。暮らしと安全コーナーでは救急訓練人形を使って応急手当について学べるよ。アンダーパスの危険性、出動子ども消防隊。自由体験コーナーでは京都市で活躍した消防ヘリコプターに乗ってフライトを体験できるよ。他にも楽しく防災について学べるコーナーがたくさんあるよ。災害が起こる前に自分や家庭を守る知識と技術を学ぶため、みんなも京都市市民防災センターに行こう。